えー、ご挨拶の前に、えー、ただいまご挨拶がありましたとおり能登半島の震災において多大なあ被害を被りました、えー、地域の皆様方そして市民の皆様方に心より哀悼の意を表したいと思いますまた一刻も早い回復を心よりお祈りする次第でございます、えー、大変簡単から えー、厳しい1年の船出だったとそのように思っています、痛恨の極みだったというふうに思います、その後も飛行機、その他火災、大きな自然災害、そして災害、今年の船出はなかなか厳しいものがあろうかというふうに思っておりますそれではご挨拶をさせていいいたただきたいと思います。 ただいま紹介に預かりました横須賀商工会議所会頭の平松です新年明けましておめでとうございます皆様におかれましてはお健やかに新春を迎えましたことを心よりお喜び申し上げます昨年を振り返りますと新型コロナウイルスが5類となりどうやら一息ついた状態になりましたコロナ以前の社会生活が戻りつつあり 大変喜ばしいことと存じます経済面でも昨年の夏から秋にかけて観光サービス等は行動の制限がなくなった3年ぶりの開放感と相まってにぎわいを取り戻し景気回復の兆しは今年に期待を与えました大企業製造業輸出業は円安を背景に背景に 順調な業績を残し日本経済に大きな好影響をもたらしました反面急激な円安は原材料価格と消費者物価の高騰を招き価格転嫁がままならない中小零細企業の経営環境は厳しい状態となりましたまた働く人々の賃金上昇を促し消費へと結びつける経済の好循環は 中小企業の賃金上昇力が今一歩伸び悩みの状態にあり予想通りにはいかないのではないかと危惧されていますこうした時こそ地域の経済総合団体である商工会議所が力を発揮する時だと思っています日本商工会議所は明治11年に渋沢栄一たちによって創設されました地域性総合性公共性 国際性を理念とし現在もその必要性は増しています会議所数は全国に515あり123万人の会員を有します一昨年創立100周年を迎え東京の日本商工会議所で式典が開催されました私は515の商工会議所の代表として天皇陛下の前で 三村会頭より感謝状をいただいて栄誉に良くすることができ大変感激したところです横須賀商工会議所は4つの理念の中で地域性と公共性を特に重んじて実践しております具体的には経営者は当然ですが市民とも身近なみんなの商工会議所を目指しておりますその実践として一昨年 昨年に横須賀商工会議所産業フェスティバルを開催しましまた昨年は4000人もの方々にご来場いただき大いに楽しんでいただきましたこれからもより身近でより親しみのあるみんなの横須賀商工会議所を作っていく所存ですまた地域とともに生きるという原点に立ち直り経済総合団体として横須賀の未来を据え 経済総政策委員会を立ち上げましたそして武家社会をテーマに三浦半島全体の活性化をミッションとしている広域観光推進委員会はモニターツアーの開発や広域ガイドの育成を推進する計画を具現化したものですさらには商工会議所の堅いイメージを払拭するため吉本興業と提携し 芸人の石橋隆久氏を匿名職員として迎え笑いの力で地域を元気にとる取り組みもスタートさせました横須賀商工会議所は本年もパソコン教室などの目立たないことから大きなイベント開催まで積極的にその使命を果たしていきたいと考えています本年も地域経済の見通しは厳しいですが 会議所の存在意義を十分に発揮し、地元経済の発展に注力していく次第です。スポーツ、観光事業、誰も一人にさせない事業、その他の経済事業に自信を持って取り組んでいる市長、横須賀市、横須賀市議会、そして市民の皆様と一丸となり、みんなの商工会議所として、この難局に挑んでいく所存です。終わりにこの1年が 本日お越しの企業様のますますの発展、並びにご出席の皆様にとりまして、幸大彼氏年と,となりますよう、記念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます、令和6年1月4日、横須賀商工会議所会頭平松、ありがとうございました。